everyday moments are the important moments that connect us. キウナゴヤ。はい、キウナゴヤの時間ですけども、今日は台風の情報を、はい、お伝えいたします。台風6号は沖縄県の大東地方を暴風圏を巻き込みながら西に寄りに進み、今月23日にかけて強い勢力となって先島諸島に接近する見込みです。暴風や高波に警戒してください。気象台によりますと、台風6号は午後6時に南大東島の西南西230キロを1時間におよそ15キロの速さで西にへ進んでいるとみられます。中心気圧の気圧は980ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は45メートルで、中心の北東側240キロ以内と南西側150キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いております。台風が接近している大東島地方では非常に強い風が吹いていて、北大東空港では午後2時半ごろに 32.9 メートルの最大瞬間風速を観測しました。台風は今後発達しながら沖縄の南を西寄りに進み、今月23日にかけて強い勢力となって先島諸島へ接近する見込みです。21日にかけて予測される最大風速は沖縄地方で40メートル、最大瞬間風速は沖縄地方で55メートル、22日にかけて最大風速は沖縄地方で30メートルから40メートル、最大瞬間風速は沖縄地方で40メートルから50メートルと予測されております。沖縄は21日にかけてうねりを伴って8メートルの大しけが続き、沖縄地方で22日には10メートルの猛烈なしけになる見込みです。台風の接近に伴って沖縄と、奄美では大気の状態が不安定となり、雷を伴って激しい雨が降り、局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあります。21日の夕方まで24時間の降る雨の量はいずれも多いところで沖縄地方で150ミリを予想されます。今後の、台風進路にご注意いただければと思います。はい、滑り王子でございます。皆様、台風ですね、お気をつけください。旧名古屋、名古屋のスタジオからお送りしたいと思います。はい、お隣。はい、こんなところでリモート放送の強みが出てしまいました。名古屋スタジオからお届けしております、みそにこみすきです。はい、台風情報を今私お話ししましたけれども、その影響でしょうかね、名古屋も大変蒸し暑くなっております。ダンサーズでございます。はい、そしてこんな3人がお届けします。今週のテーマは今週のテーマはハンバーガーです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナラジオからも放送しています。マイチューナラジオアプリまたはマイチューナラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。本日ゲストコーナー、電話ゲストコーナーがあります。 FMJG アートワークウェブサイト代表の宮平慎一さんとなります。22時13分頃からとなります。この番組は高級木材のご用命は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、名古屋で一番綺麗なシェアハウス入居者募集中、名古屋熱田トッペロン、こちらはですね
トリプルエイトさんの新しい事業になります。ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、陸上・海上輸送一貫サポート名古屋、東海協和、沖縄の紅芋丸焼き、本部町誠持ち店、アートワークウェブサイト FMJG、 個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。キウナ名古屋。はい、メールご紹介したいと思います。はい。先週のですね、注射でですね、まだいただいておりますので、はい。銭形警部からです。ありがとうございます。ありがとうございます。24年前に成分献血の注射をやって以来、これまでは人のために役に立とうと定期的に成分献血の注射をやっていましたが、24年前のある日、いつも通り成分献血の注射をやろうとすると、針を刺していた血管が痛くなり、成分献血の注射はそこでストップになり、献血センターの担当者に聞いたところ、私の血管が細いために針を刺した際に成分献血の注射を行っている時間まで耐えることができず痛くなって受け付けることができないと話していました。 あら大変ですね、うん、血管細いってことですよね。以降現在に至るまで献血は行ってないですね。以前より献血による医療技術が上がっていたら成分献血の注射をやってみたいのですが、24年前のトラウマが以前より、ごめんなさい、24年前のトラウマがないならいいなってことですね。でも注射打つことはあまり変わりがないのかな。あとその注射をやる相手方っていうんですか、打つ方のその技術的な問題もあるかもしれませんね。うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では引き続き先週のテーマ注射でいきます。お三方さん、こんばんは。フルムン真一です。ありがとうございます。注射といえば何といっても BCG ですかね。あの9本の針がインパクトあります。もちろん今でも左上で2箇所、計18本分跡が残っています。皆さんはいかがでしょうか。だそうです。あるかもしれない。残ってますね。はい。これで年齢が分かってしまうという、ね。はい。そうですね。ありがとうございます。ありがとうございます。もう今週のテーマ。はい。に移ってもよろしいですね。はい。はい。じゃあ今週のテーマ、はい、ハンバーガーでお願いします。はい、ハイタイ名古屋チームの皆さん、こんばんは。カルピスの原液をちょっとずつ舐めたいアレックスです。いい感じですね。舐めたいですよね。ちょっとわかる。あんまり舐めすぎるとね、ちょっと舌にゴワゴワ残る。そうそうそう、甘すぎちゃってね。子供の時好んで食べていたのがフィッシュバーガーでした。タルタルソースが本当に美味しかったです。魚の味なんてしなかった。次にハマったのが照り焼きバーガー。日本だけの味ってこれ絶対に外国人も好きな味なんだなと思いましたよね。今は本当に食べません。2年前に食べた記憶があるようなないような。あら、ファストフードのハンバーガーは苦手ではないですけど、不安にならないから微妙で食べないんですよね、ということでございます。でもおやつに近いんですかね。でもお昼食べる人多いですかね。ねえ、なんかランチのなんかありますよね。ああ、お昼ご飯ですね。うん、そうそうね、ありますもんね。はい、ありがとうございます。では行きますね。はい、名護島奈さんからです。ありがとうございます。皆様こんばんは。沖縄は台風の影響で風が強いですよ。さてアンサー1番ですが、実はハンバーガーはマックの月見バーガーしか最近は食べたことないです。それ以外は A&W のホニードッグかハムチーズサンドしか最近は食べないですね。ドライブスルーでちょこちょこ食べてます。沖縄に来られたらぜひその2つを、あ、K
決して A&W の回し物ではないですよということですそう、意外と食べたことないですね、ハムチーズサンドとコニドッグって、うん、スタンダードなものとあとカーリーフライというかね、ポテトの方とあとはルートビアですね、私は、はいはい、はい、そっち行ってしまいます。でもちょっと今度試してみよう、はい、はい、続いてですね、はい、うどん県大好きさんからです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。私が好きなのはダブルチーズバーガーです。休日の昼たまに家族と一緒に食べたりしています。最近は新型コロナウイルスの影響でドライブスルーが増えましたね、ということでございます。そうですね、やっぱりね、中に入ってね行かれる、ね、もうドライブスルーすごい渋滞してますもんね、うん、そうはい、ありがとうございます、うん、ありがとうございます。はい、ということでですね、CM の後はゲストコーナーになります、はい、電話リモートです。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花梨など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋で一番綺麗なシェアハウス、お部屋は全室個室、プライバシーや距離感を大切にしています。気さくなオーナーがあなたのライフスタイルをサポート。お問い合わせは電話 070-2836-9168 またはトッペロンで検索。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム大城バネサザカバーズには、美空ひばりさんの一本の鉛筆から上村かなさんのトイレの神様まで全部で10曲入ってます。とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん聴いてくださいね。私ども東海共和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海共和まで。沖縄で創業60年大人気、沖縄の丸焼き、外はもっちもち、一口食べたらじゅわっと、贈り物としても大好評、日本全国お届けします。紅芋大好き。詳しくは誠もち店で検索。FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクター&オブジェクトの実験的ミュージアム。ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。キユナ名古屋。ではゲストコーナーです。今夜は FMJG 代表の宮平真一さんになります。こんばんは。こんばんは。こんばんは、宮平です。ダンサーズでございます。はい、いつもお世話になってます。ありがとうございます。まず宮平さん、FMJG さんの、事業内容とかこういったものをちょっとご説明いただけますでしょうか。はい。私は、まあ、なんていうんですかね、広告代理業というかデザイン業として、で、今、まあ、活動してるんですけれども、はい、まあ、この度、まあ、CM にもあるようにね、アートワークウェブサイトっていうことで、自分の、まあ、作品を中心にですね、展示しながら、こう、商品開発も進めて、まあ、将来的には、販売とかそういうものにつなげていけたらなというふうに思いますけれどもね。はい。まあそういう感じで活動してます。はい。まあ主に販売されるものっていうのはどういったものを考えられてるんですか？
まだ、ちょっと、企画段階で、はい、いろいろと、まあ、時間も、それなりにちょっと必要になってくるかと思うんですけど、まあ、近い将来、フォントって、ご存知ですかね。ワープロとか、パソコンでね、文字の、データがあるんですけど、はい、文字の形ですね。はい、それを今、僕は、サイトでも文字を、自分のデザインした文字を、何ですかね、はい、発表してるんですけれども、はい、それが、実際にこう、ファイルとして売れるように、はい、その辺も今、開発中でして、あとポスターとか、はいはい、まあ最終的にはちょっと、キャラクターの企画商品というか、はい、T シャツとか、はい、まあそういうものにも展開していけたらというふうに思ってます。じゃあもう今後ですね、このウェブサイトの方が、もう賑やかになっていくという感じですかね。うん、そうですね。今、まあ始めたばっかりで、はい、まだなかなかこう、楽しめる状態ではないんですけど、はい、一つ一つのこう、部屋というか、はい、そういうコンテンツを充実させていって、まあ楽しいキャラクターたちも動かしながらですね、はい、やっていけたらと思ってます。はい。はい。ありがとうございます。実は宮平さんの方、実は今、お住まいはどちらでしたでしょうか？沖縄本島中部の読谷村です。今、読谷村、台風の状況ってどんな感じでしょうか？まあ、台風今回、南側の進路を取ってるということで、多分、那覇とか、まあ、宜野湾よりは、少し、まあ、穏やかというか、まだ風も、うん、まあ、断続的に吹いたり、雨も、こう、ちょっと強く降ったりはしてますけど、はい、まだこれからっていう感じじゃないかなと思います。はい。そうなんですね。いや、ちょっと、これから強くなるっていうことでしたので、うん、はい、ちょっと、いろいろと気をつけながら、されなければいけないかなと思いますので、はい、そうですね。お互いちょっと気をつけたいですね。というところすね上空も、ゴーっていう音が鳴ってるんで、やはりそれなりに、こう、勢力はあると思います。はい。まあ、そんな、今、状況の中、大変な時にすいません。今ですね、まあ、はい、今、隣にいるものもですね、大変宮城さんにお世話になっているものがいますので、変わります。はい。はい。あ、ご無沙汰しております。味噌煮込みスキーです。はい。いつもありがとうございます。ありがとうございます。はい。今回、ウェブサイトということで、今ちょうどツイキャスでご覧の方は、うん、葛飾の陳さんが、ちょっと、ちょうど、ページというかね、URL を載せていただいているんですけれども、そちらをクリックしていただければ、はい、その、宮平さんの作品が見られるということで。はい、まだ、という状態なんでね。あれですね、はい、まだ今ちょうど、こう、入り口がたくさんできている状態ですよね。いろいろ。はい、そうですね。はい。ちょっとまた今後が楽しみですね。どうぞ。あ、いいです。ごめんなさい。今後が楽しみになりますね。そうですね。まあ、今、なかなか更新も、ままならない状態が続いてるんですけど、準備自体は進めてるんで、ある時点で、こう、それなりの量で、更新できたらいいなというふうに思ってるんですけどね。はい、楽しみにしております。はい、ツイキャスをご覧の皆さん、このウェブサイトから入っていただきまして、この、広がる世界のまず入り口を体験していただけたらと思います。はい、ありがとうございます。こんばんは、お久しぶりでございます。滑り王子マスクマンでございます。王子いつも楽しく聞いてます。あ、ありがとうございます。もうですね、やっぱりですね、私もですね、新さんの、ね、キャラクターにね、交えていただきたいなと思うぐらいでございますんで、今度ちょっと王子のキャラクターを少し考えてみますかね。ありがとうございます。せっかくですから。はい。もうね、過去で、ね、有名なね、アーティストの方にね、オファーをかけてるんですけどね、今のところ一切何もございません。はい、なるほど。まあ、そのうち、多分、王子のことですから、もう、やっぱ、皆さんファンもいらっしゃいますし。ありがとうございます。なんかそういうキャラクターできるんじゃないですか。そうですね。だからね、いろいろこうね、はい、なかなか王子自体で、はね、なかなか出しづらいものですからね、いろんな方々のね、お力をね、お借りしてですね、世に出ていきたいと思ってますので。
わ かりました。あれですね、直木屋さんとコラボをお願いしたら、直木屋さんにしっかり断られましたけれども。あ、でもね、直木さんはね、その雰囲気をね、醸し出しながらね、断りをね、入れるような感じでやりましょうっていうね、ニュアンスがね、ひしとね、伝わってきましたんで、もういずれね、もう皆様とね、合体してですね、アーティストの方、本当にね、王子と一緒にコラボしましょう。今はいはい、番組の CM ですね、そう、今、直木屋さんの話題で思い出しましたけれども、はい、直木屋さんとコラボして作られたコマーシャル。そうですね、直木屋さんの、ラスト三原色っていう、レゲエの曲があるんですけど、それも僕、はい、はい、大好きで、それを、BGM として、使わせてもらって、で、この CM 自体も、直木さんと一緒にですね、まあ、僕の、ナレーションというか変声で、やってるんですけれども、はい。はい。またね、その、ちょっとその、良い感じがね、コラボの良い感じが出ておりますけれどもね、またこれ、しばらく CM で流させていただきますので、また はい、お楽しみいただけたらと思います。はい、もう大変恐縮です。ありがとうございます。この中の CM の制作秘話など何かあるんですか？制作は、そうですね。最初、まあ、普通に、ナレーション、まあ、僕がやった方がいいということで、結局、僕のナレーションでやったんですけど、全然面白くないっていうことで、ドラえもん風、はい。まあ、筋肉マンかドラえもん風の声でっていうことで、まあ、試しにやったら、まあ、それがいいんじゃないかっていうことで、今の、ナレーションの感じになったんですけどね。あれ、直木屋さんも喋ってませんか、はい、誰ですか？CM に、CM で。一緒にしてませんか？直木屋さんは、声の出演はなしで、すべて僕の方で、はい。そうなんですね。はい。多重録音というか、はい。じゃそういう形でなってます。直木屋さんが編集すると直木屋さんみたいになっちゃうと。そうですね。まあ、直木屋さんの大衆が出てるかもしれないですね。エッセンスは結構出てますよね。はい、そうですね。まあ、こちらも楽しくやらせてもらいました。はい。じゃあ、大変失礼申し訳ないですけど、滑らない程度で、ね、できればと。はい、なんですか？すいません。直木屋さんみたいに滑らない程度で。そうですね。まあ、だけど、はい、目標としては、目指せ直木屋って感じでいけたらいいなと思ってますけど、はい。それと張り合ってるのが隣にいるんですけども。直木屋さんって滑ってます？はいはい、いや、僕的には非常に面白いですけど、直木屋さんとのコラボの回もすごく楽しく聞かせてもらいました。はい、ありがとうございます。本当にきっちりかっちりね、素晴らしいトークができてですね、どこがね、二人とも滑ってるかわからないんですよね。本当にね、いいお話ができて、よかったなと思うんですけども。おだまり。おだまり。本当にね、リスナーの方含めてですね、この名古屋のスタジオのダンサーズもですね、みそ肉もスキンもね、ちょっと今噛んじゃったけど。おだまり。すごいね、冷たいね、目線でね、私見るんですけど。おだまり。滑ってたかな？なんかその空気感が結構伝わって、僕的にはすごく。楽しく聞かせてもらってますけれども、はい。ありがとうございます。ね、こちらね、私としてみたらね、この放置の時間がね、非常にちょっとね、痛々しいんですけどね。もう、うん、ざ、り。ということでですね、はい、お時間となりました。もう終わりですか？はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、お時間となりました。はい。じゃあ、今日の、ゲストは、FMJG 代表、宮平慎さんでした。今日何か最後に一言ございますでしょうか？あ、いえ、もう、このような番組、素晴らしい番組に、出させてもらって、本当に感謝しております。ありがとうございます。また、ぜひ、急な話ともどもよろしくお願いいたします。こちらこそ、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。
ツイキャスでですね、ナッティーナチコさんが、読谷、今は大丈夫なんですね。沖縄市は雨風とともにすごいですよ、ということで。はい。ね、やっぱりちょっと、その場所によって、だいぶ風も、なんか違うようですので、雨風も、はい、十分お気をつけいただければと思います。はい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 。どうぞ。ああ、いいですか。今日ツイキャスでいろいろ、あ、カープボーイさんがですね、皆さんこんばんは。テーマハンバーガー。A&W のベーコンダブルチーズバーガーが好きだったけど、いつの間にかメニューからなくなっていたので、最近はビッグマックが一番好きかなということです。で、そっちはマクドですかねっていう。あ、マックかマクドかどっちかってことですね。うん、言い方が。マクドって言ってます。え、マクドって、うん、この辺で分かれるんですよね。あれ、この辺は何？境界線なんですかね。関西どっちでしたっけ？関西はマクド、でも私はマックっていうから関東系ですね。王子もマックですね。この辺でもうやっぱり名古屋だから結構この辺で、そうだね、分かれますね。うん、埼玉のゴーさんがですね、ええー、宮古の妹分がスーパーの中、ん？あ、スーパーの中食材が全くないって言ってますということで、そうですね。これからちょっと進路がですね、ちょっと先島の方へ向かっていくので、ちょっとやっぱりみんな心配して、うん、ギネスさんも今のところ宮古の下を通って、八重山直撃コースということで。はい。あんつばさんがですね、台風で南大東島に帰れませんって。あ、そうみたいな意味で、ね、そうなんです。飛行機がもうしばらく欠航ですよね、これ。ちょっと大変ですね。本当に今いらっしゃるんですよね。うん、朝のラジオ聞きましたよ。ああ、そうですね。ホテル取れましたんでしょうかね。はい、はい、ということで、はい、エンディングです。うん、来週のテーマは引き続きハンバーガー。はい、来週のテーマはまだまだたくさん紹介したいのでハンバーガーでいきます。この番組はアートワークウェブサイト FMJG 沖縄のメニーモ丸焼き元部長誠餅店陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、名古屋で一番綺麗なシェアハウス入居者募集中、名古屋熱田トッペロン、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、高級木材のご用名は名古屋中川名木、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、はい、今週もお聞きくださいましてありがとうございました。ありがとうございます。これから台風の進路となりますので、うん、十分お気をつけください。はい、皆さんお気をつけください。はい。なんか、うん、あれ、ね、閉店しないの、ね、閉店するよ、はい。はい。もういいかな。はい。閉店。ガラガラ。チンやめて。チンやめて。はい、今週もお聞きくださいましてありがとうございました。実はですね、うん、ハンバーガーのメールたくさん来ていてご紹介できなかったので、うん、また来週しっかり紹介したいと思います。はい、来週もね、来週も、うん、あのハンバーガーで、はい、はい、募集してちゃんと今週のメールもご紹介しますよ。はい、はい、そして来週ですね、ちょっとしたあの告知もありますので、はい、え、はい、告知があります。そうですか。これもリスナーさんにすごいああ、楽しいお知らせ。あ、そうなんですか。流れになります。はい。はい、ではでは、また来週、はい、気をつけてね。また来週ね。聞いてね。風に被害が少なくなりますよ。